こんにちは、ゆみです。今日は現環境のリセマラおすすめキャラ&最短でできるリセマラ方法をご紹介していきたいと思います。でですね、まずモンストをダウンロードするとこのようにニックネームを書く欄が出てくると思います。ゆみリセマラでニックネームを入力するとダウンロードが始まります。だいたい1分くらいのダウンロードかなと思うんですが、1分もかからなかったですね。10秒くらいかな。するとチュートリアルが始まります。このチュートリアル、ちょっと前のリセマラでは毎回毎回やらなきゃいけなかったんでめんどくさかったんですけど、今はね、なんと1回だけで済むということで、3手とか4手で終わる方法をね、考えてやっておりましたね。懐かしいこれは早送りします。チュートリアルが終了するとこの画面になるかなと思います。で、右上の受け取りボックスに行くと8周年感謝キャンペーンファンダムプレゼントっていうのがあるんで、これを受け取ってください。で、これを受け取るとガチャが引けるようになります。今は8周年なんですけど、9周年になったらきっと9周年のが来てると思うんですが、これは9周年まで引けるガチャとなっております。本来だったらトップ20を選ぶのが安牌で、一番いいキャラが詰まっているんでこれなんですが、今で言うとこちらアナスタシア組を狙うのがいいかなと思っております。っていうのもですね、今現段階のリセマラ最強キャラがアナスタシアもしくはネオかなと思うんですが、ネオはこの段階では8周年の段階では実装されていなくて、今年のね年始に出たキャラなのでここにはいないんですよ。なのでリセマラする場合は月末の鳥獣神祭で狙わなくちゃいけないっていう感じになるんですが、私のおすすめは今だとネオよりもこちらのソロモンっていうキャラがすごくおすすめで、っていうのもソロモンのその強いのが進化形態2つあるんですが、こっちの方のソロモンが友情がめちゃくちゃ強くて、本当にいろんなところほとんどのクエストに連れていけるぐらい強いキャラとなっております。そしてこっちの方のソロモン、まあこっちも連れていけるんですが、こっちのね進化形態の方のソロモンがアンフェアっていうめちゃくちゃ現環境で最強と言っても過言ではない、一番使われてるんじゃないかなっていう運枠を作るために最適正のキャラなんですよ。なのでソロモンで始めると進化形態を変えるだけでアンフェアの運極も作りやすいし、普段は友情が強い方でいろんなクエストに連れ回せるっていうところでソロモンをおすすめしております。なのでこのガチャを狙っていきましょう。狙いはソロモン確定、ソロモン一点狙いでいいのじゃないかなと思います。で、このガチャが特エルの実ついてる状態で出てくるんですよね。止まってびっくりしたけど止まるやつですね、最初なんで。で、一番最後が限定確定枠、限定というかそのピックアップ確定枠となっております。お、ボーカルソードで、この枠で、ちなみに最後の限定確定枠以外でもピックアップは出る可能性があります。で、今回はシャーロック・ホームズでした。で、このようにね、特エルの実がついている状態で出てきます。で、最初の特エルの実の狙いとしては熱き遊撃の力特エル、もしくは学びの力特エルが私的にはすごくおすすめです。その次ぐらいでいいなと思うのは過激とか照明変明とか即必殺とかもいいなと思います。スピクリとかね、荒稼ぎとかはあんまりちょっと外れかなという感じです。で、今回は狙いのソロモンが出なかったので、その他を押して一番下まで行くとアカウント再登録というところがあります。なのでこちらをはい押してこのようにアカウント再登録することができます。そうするとまたパンダマがゲットできるようになっているので、これを受け取ってガチャで引くという感じですね。で、またアナスタシア組、左回転確定まあ限定ばっかりなんでね、確定出るよって分かってても確定来るのは嬉しいです。最初はこのようにね、星、あ、ノア限定です。星4でも止まっちゃうんで、一回出たら止まらなくなっていきます。ラスト、ソロモン来い、あー、コウですね。ち
ちなみに身は S ランクと一撃失神でございました。で、出なかったのでもう一回アカウント再登録っていうこの作業の繰り返しとなっております。もうだいぶ楽になりましたね、リセマラは。ちょっと前はあのチュートリアルを毎回毎回やらなきゃいけなかったんで、あのちっちゃい、ね、キャラを弾いてっていうのをやらなきゃいけなかったのでちょっと大変だったんですけど、今はだいぶこれでいいキャラ出るまでやればいいんで。おー、ラファエル限定ですね。ここで限定出るのめちゃくちゃ熱いですね。この通常枠で最後のところは確定なので、この10連でなるべくキャラをゲットできると嬉しいですね。おわお、種もね、前傾加速と激周過激。そんな感じでソロモン狙いでリセマラしていただいて、終わったらウェルカムクエストっていうのがあるので、これを 1,2,3,4,5 までクリアしたらボーナスステージやって、オーブ50個、全部でオーブ55個ですねゲットできるんで、オーブ50個で10連引けるんで、まあ、好きなガチャを10連していただけたらなと思います。今で言うとワンピース着てますけど、まあ、月末だったら鳥獣神祭着てたりとかするので、まあ、その時の狙いのキャラ、まあ、月末で鳥獣神祭ネオ引けたらね、もうソロモンネオで始めれたら最高なんですけど、まあ、今で言うとミッドナイトパーティーのルナとかね、強いですね。やあ、はい、ということで本日の動画はリセマラについての動画だったんですが、次の動画で序盤の進め方とかオーブ回収の方法とかいろんなね、すごい多分長くなると思うんですが、すごく詳しく紹介している動画を出すと思うので、ぜひぜひチャンネル登録高評価をして待ってていただけるととても嬉しいです。この動画が少しでも皆さんの参考になりますようにということで、また次の動画でお会いしましょう。ゆみでした。バイバイ。